どうも皆さんこんにちはチャバン部の抹茶ですえ今回は新チャンピオンレイのの紹介をしていきますえっと昨日の動画ではえっと元ロックアップデートに関するまあ、ざっくりと説明した説明というか紹介を主にしていったかなと思います で、その中で新チャンピオンのレイについても一瞬触れたんですけど、ほんと一瞬で、あの、見た目こんなんだよとか、サポートだよぐらいしか言ってなかったと思うので、えー、この動画ではレイについて深く掘り下げていこうかなと思います。まあ、純粋にこう、スキルとか、えー、まあ、タレントについての説明というか、まあ、こういうスキルを持ってるよ、こういうタレントを持ってるよっていう説明をしようかなと思ってます。はい。で、えー、レイちゃん、見た目こんな感じの、ちょっと紫髪の、なんかうさぎチックな、うさ耳の生えた女の子みたいなイメージですかね。こんな感じの子です。 はい。まあ、テザーでもう映像を見てる人もいるんじゃないかなと思いますが。はい。サポートチャンピオン。HP2200 の子ですね。で、スキンなんですが、これデフォルト。今見えてるのが、見てるのがデフォルトのスキンで、ちょっと一周してみようか。くるっと。で、えー、2つ目のスキン、ビーチバニーっていうのがあって、ちょっと水着みたいなね。で、3つ目、ハーベスト。ちょっと秋っぽいよね。やっぱり、秋っぽいスキンになって。 で、最後が、えー、ゴールデンスキンですね。あの、レベル50で解放される、えー、スキンになってます。こんな感じですね。ちょっとレベル50の見た目僕好きですね。はい。まあ、その、どうでもいいことは置いておいて、えー、次、ウェポンスキンということで、えー、なんとデフォルトウェポンのスキンしかありません。これ、まだ、僕の考察というか、まあ、ざっくりそう思ったってだけなんですけど、レイちゃんの攻撃が手による攻撃なので、まあ、ただただ武器スキンがないよって、まあ、手はいくつもないんでね。 いろんな種類があるわけじゃないんで、えー、武器スキンはこれだけなのかなっていったところでしょうかね。はい。で、エモートはこれ通常エモートです。こういうちょっと踊るっていうのかね、ゆらゆらしてるエモートがあって、もう一つがプリズドアズ・パンチ。こんな感じのちょっと元気かつお茶目感をあふれるエモートがあります。はい。で、次、MVP ポーズですね。試合後とか、ピックの時とかに出るやつかな。がこのポーズです。これデフォルト。 これデフォルトじゃない方ですね。はい。っていう感じでしょうか。で、えっと、カードなんですけど、ちょっと英語表記で申し訳ないですが、こんな感じになってます。まあ、気になる人は一時停止して見ていただければいいかなと思います。ちょっと今、英語モードにしてるのはちょっと理由があって、あの、途中で、えっと、なんだ、アップデートのパッチノートと違う内容に PTS 内でも変わってたりするんで、ちょっとそれの反映が日本語役だ,だと遅れてたりするかなと思って、英語で見てます。 ただそれだけの理由ですね。じゃあ、それでは射撃場で実際にスキルとかの確認してみましょうか。はい、ということでやっていきましょう。ちょっと最大 HP とか相談数とか変わってるんですけど、これはなるべくスキルに影響のない、クールダウンも含めてね、影響のない範囲であのビルドを組んだというか、ロードアウトを結局選ばないといけないので、そういうのを選んでいるので、えー、こうなってます。まあ、もともと2200で、えー、相談数は6ですかね。10プラスしてるんで今、そんな感じです。 で、えー、れいちゃん見た目こんな感じね、さっきエモートの紹介したと思いますが、そのこんな感じになってます。はい。で、えー、HP2200 のサポートチャンピオン、ヒーラーですね、になってます。はい。で、通常攻撃なんですけども、手から出すよっていう話をしたと思いますが、こんな感じの。これ今、最速ですね。あの、ずっと攻撃ボタン長押ししてると勝手にこんだけ出てくるんですが、こういう感じで、えー、なんだ、魔法の、 なんかエネルギーを投げるって感じです。弾ですね、要は魔法の弾。そこそこ弾速早いんで、あのー、セリスの2、3倍ぐらい出てるよね、多分これ。アイオの弓矢から見ても、かなり当てやすい方なんじゃないかなと思います。ちょっとさすがに遠距離だときついと思いますが、あの、中距離ぐらい、こう、なんかタンクが目の前で戦ってるタンクに対して撃つぐらいだったら、全然、あのー、当てやすいんじゃないかなと思います。かなり弾速早めの、えー、スキルですね。スキルというか通常攻撃ですね。 で、見えてますが、一発450ダメージです。威力減衰ありません。で、爆発かするわけじゃないので、450入るか、当たらないかの委択ですね。で、あの、最初も言いましたが、ソーダン数6発です。ちょっと少なめ。ちょっとてかかなり少なめですね。6発で終わっちゃうんで。リロードの隙が、ちょっと、ちょっとあるんで、そこだけ注意かな。こんな感じで手でヨイヨイってしてますね。リロードの時は。いろんなモーションがあるみたい。なんか手フリフリしたり。 なんださっきみたいに伸びはやってくれんのか伸び、ぎゅーって、ゅってやってくれんのかあで、やった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 。こんな感じで伸びがあったりします。はい。というのが今、通常攻撃のシギルというスキルですね。で、二つ目、えっ、ー、と、オルト攻撃なんですが、<laughs> 攻撃じゃないな。あの、二個目のアビリティですね。何で伝えたらわかりやすいかなまあ、ビクターが一番最初チュートリアル出れるんで、わかりやすいかなと思うんですが、あの、ビクターで言うと、アイアンサイトを除くボタン。 スキルが、えー、次紹介するものですね。チェインヒールという名前の、えー、スキルで、ヒールのスキルです。回復するスキルです。で、えーっとまあ、具体的にちょっとやってみると分かるんですが、えいって押すと、こんな感じで緑の玉がぴょんぴょんに飛びます。で、この玉1回当たると530ヒールします。 なので今、自分とこのフェルナンドの間を往復してたと思うんですけど、その往復すればするほどヒールが入るわけですね。まず最初にフェルナンドに弾が行って、次自分のとこに飛んできたタイミングで、自分530。で、跳ね返ってフェルナンドに530。で、また自分に飛んできて530。で、またフェルナンドに最後戻っていって530という感じです。で、弾は味方の間を跳ねます。 なんで、今こうやってフェルナンド1体しかここは射撃場はいないんで、あのー、ここの自分とフェルナンドの間しか往復しませんが、ここに何人対いいかこう味方がいたりすると、その間をファンファンファンって駆け巡る感じですね。で、2人きりだったら、え自分とその、なんだフェルナンド君往復するみたいな感じです。で、これ一つ注意があって、あのー、一回投げた瞬間に去って壁とかで射線切っちゃうと跳ねなくなるんで、フェルナンドで連鎖止まっちゃいます。 なんで、見える範囲で、まあ、そこそこの距離に、あの、他の味方か、または自分がいないと、あの、連鎖してくれません。シュンシュンシュンって跳ねてくれません。あの、グロークとかの、グロークのショックパルス敵に与えるときのショックパルスがあると思うんですけど、あんな感じですね。ポンポンポンって敵に連鎖していく。あれはスキルなんです。が、それの味方、かつヒールバージョンみたいなイメージです。はい。で、えー、一発これ味方に当たると、530回復。まあ、実際にキャッシー出してやってみると分かりやすいかな。え、死んじゃう。 はい、530ですね。今3回行ったので5 3 0 ×その1590かな入ってますね、ヒールが。で、えっと、この弾は最大、味方の間四4回跳ねます。えっと、弾が1回飛んで、に、あの、1回ここで跳ねて、2回目跳ねて、3回目跳ねて、4回目跳ねて、ここで終わるみたいな感じですね。なんで、ヒールが1回、2回、3回、4回、5回入るわけです。 5×530 の、えー、2650ヒールかなになります。 まあただ、それを全部相手にお与えられるわけじゃなくて、まあ、自分とか他のチャンピオン、他の味方のチャンピオンに跳ねてのヒールなので、えー、まあ絶対にこいつにこれだけヒール与えられるっていう確証がないのはちょっと難しいところかもしれません。二、まあ、人きりの状態だったら、えいって投げときゃいいし、あのー、味方が二人こう近くにいるよとかだったら、こっちの二人の方にポイッと投げといて、自分は射線切って、あえて、こう、弾の、あの、跳ね返りの弾を触らないようにするっていうのも一つの手ですよね。 そうすればこの2人の間で 530×2 の子と 520×3 ヒールする子が出てくるヒールされる子が出てくるのでえまあいいんじゃないかなってとこでしょうかでえっとちょっと後で言うんですが精神リンクっていうのを、えー レイちゃんは使います。で、その精神リンクっていうのを味方につけた状態で、このヒールを投げると、あの、弾が1回当たる後に、あの、回復30%アップですね、します。なので、1回当たる後に689ヒールになります。530×1.3 かなすると、そんな感じになるかなと思います。はい。まあ、僕は実数値で確認したので、実際そうでしたって感じです。はい。で、次、えー、3つ目のスキルですね。えー、あ、ごめんなさい。2つ目の、今のヒールのスキルなんですけど、クールダウン4秒です。 まあ下画面見てれば、スキルの部分見てればわかるかもしれませんが、4秒クールダウンです。で、3つ目のスキル、抱擁というスキルですね。えー、こちらは移動スキルということで、まあ、ビクターでいうところのハッスル、ダッシュに値する、えー、スキルです。で、抱擁っていうのは、えっ、ー、と、まあ、やってみようか。こんな感じ。画面下側にゲージが出ますよね。今出ましたよね。こんな感じで、えっ、ー、と、まあ、正直何が起こってるかパッとわからないような、えー、スキルになってます。 何が起こってるかっていうと、えっと、わ、分かりやすいところから言うと、自分の移動速度を40%上昇するのと、えー、3秒間ジャンプ力が50%上昇します。そう、今、ジャンプ力こんなもんなんですよ。こんくらいね、目線。包容を使ってジャンプするよ。こんくらいに1.5%アップですね、要は。ちょっと、ちょっとジャンプ力上がりますよね。っていう感じです。まあ、かつ、えー、移動速度も上がると。 なんで、まあ、あ結構逃げたり、味方についていってっていうのにも使えたりするようなスキルじゃないかなと思います。ちょっと移動速度見てみようか。えー、っと、後ろからの方がいいかな。ちょっと、こっから使います。これぐらい変わりますね。これ1.4倍です。なんで、瞬速4、あ、4じゃない。瞬速3いかないぐらいかな。2. 何歩ぐらいの、えー、移動速度になります。一瞬。一瞬っていうのかな ?3 秒間ぐらい。 で、えっと、この法要のスキルが、えっと、3秒間持続するんですが、その間移動速度アップ、ジャンプ力上昇と、もう一つ大きな、えー、効果があります。えっと、一度に受ける、3秒間一度に受ける最大ダメージを275までカットする、えー、スキルになってます、実は。例えば今、えー、2450からこのキャシーボットの弾を一発受けると1770まで減るんですね。 えっと、680かな一発680のダメージになります。これを、えっと、法用の状態で一発受けると、えー、まあこんだけですね。要は、275。どんな重い弾、1000ダメージとか、1万ダメージとか、まあ1万はないと思うんだけど、どんなにでかい攻撃でも、 あの、一発食らった時のダメージを275にできる。で、それが3秒間持続するんで、3秒間、例えば3発、1万の攻撃を撃っても275、275、275っていうダメージの食らい方しかしなくなるという、えー、まあ、究極のダメージ軽減と言ったらいいんじゃないかなと思います。まあ、その代わりアサルト系みたいなね、あの、100ダメージ ×20 みたいな攻撃は、全部275ダメージ以下の攻撃がダダダダダッと連鎖しているので、軽減入れません。あくまでも重い攻撃ですね。なので、ネッサの、 弾を避けたり、焼けたりっていうのかな耐えるのに全然使えたりしますね。とか、えっと、まあ、有名なところというか分かりやすいところだとドラゴズールと無効化できるみたいな。ほぼ無効化できるみたいな感じです。で、ここの法要の強いところ、もう一つあります。 えっと、さっき、えっと、チェーンヒールするの話をしたときに、精神リンクっていうのがあって、それをつけてる味方にヒール量アップするよって話をしたと思うんですが、えー、実は精神リンクを味方につけてるとき、その味方も、その、レイと同じ効果を受けます。なんで、自分だけじゃなくて味方も守れる、法要でね、味方の移動速度も上がるし、ジャンプ速ジャンプ力も上がるし、えー、火ダメの最大攻撃、最大ダ火ダメ数を275まで減らすことができるという、えー、もう画期的な、 え、スキルになってます。ちょっと一つ注意点として、えー、まあ、味方も自分もなんですが、えっと、あれですね、ボラとかレックスとかヤゴラスみたいな、あの、処刑系のチャンピオンっていうのかな ?HP 何以下の敵は絶対倒すよ、みたいなスキルとか、まあ、ヤゴラスはそもそもこう自分の口でパックンチョしたら倒すよっていう、えー ウルトを持ってるんですけれどもそういったウルトを食らったときは275で止まりません。そのままやられちゃいますので、まあ条件次第かな、ジャンピオンによっては。えー、まあそこはちょっとご注意ください。守れません。はい。で、えーっと、次ですね。ようやくお話できます。精神リンクというスキルですと。あ、ごめんなさい。今、法要のスキルはクールダウン14秒です。これ採用下でもう一回スキル使うとやめることもできます。まああんまりないから多分やめようと思うことは。まあまあ念のため。 で、えー、次、精神リンクですね。4つ目のスキル。ビクターでいうところのグレネードのスキルに割り,割り当てられてるボタンを押すと使えますと。で、えー、これ何かっていうと、こんな感じです。今使いました。自分とフェルナンド、今味方ですね、をつなぐ糸みたいなものを出します。はい、こんな感じですね。で、これクールダウン1秒です。もう一回、あの、同じチャンピオンに向かったりとか、違う場所を向いて使うと、あの、こんな感じで糸を切ることができます。 逆にこれ他の味方に向いてあのこの精神リンクのスキル使うとその味方に突き換えることもできますし味方だけじゃなくて敵にもつけることができますはいそんな感じですかねでこれ一体何の紐かっていうと、まあ、今目の前に出てますよね 50HP ずつヒールされてますよね味方にリンクすると味方に紐をつけると毎秒50回復と味方のその紐付いてる 味方ののウルトのリチャージが毎秒0.5%ずつ貯ままりますなんでえっと200秒で100%分のウルトがレイのおかげで貯まるといったところでしょうかなんでウルトをより早く貯めれるよって感じですねでえっと逆に敵にリンクすることもできたよキャッシーにリンクすることもできたんですが、えーまあ、敵にリンクすると10%の移動速度減少と、えー、0.75秒ごとに 50, 50ダメージを与えるとこいとこんな感じですね と端っこにつくのピップくん遅くなりましたよね。今、精神リンクしてる方のピップくんは。若干ですけども。これが10%移動速度ダウンの影響ですね。で、えっ、ー、と、再使用とか他の味方に付け替えたりとか敵につけれるよって言ったんですが、紐が切れる条件っていうのが一つあって、えっ、ー、と、紐から離れすぎると、紐つけてる味方とか敵から離れすぎるとこうやって黄色くなって、その時間が長く続くとツンと切れちゃいます。 なんで、距離が、紐をつけてる味方とか敵との距離が遠くなってしまうことが一つ、切れる要因ですね。もう一つが、えっと、遮蔽に隠れる音。この遮蔽に隠れた瞬間黄色になってまたプツンと切れる。まあ、プツンと切れる前にちゃんと黄色で、あ、ここは今切れちゃうよっていうのが教えてくれるんでね。そういうのを分かっていれば、えー、まあ、黄色になったタイミングで、あ、これ今ダメなんだって、すぐ切れちゃうなっていうのがわかります。そういう確認に使っていただければいいんじゃないでしょうか。 そのところかなでこの味方にヒールチェインヒールを送ると、えー、30%アップした689ヒールになるわけですねはい今689って出てますよねこんな感じですであと法要のスキルで味方が受けるあのダメージ数を275に減らすことができるよって話をしたと思うんですが今法要を使ってないとフェルナンドはこの速度で解きます こんな感じで、この速度で解けるんですが、えっ、ー、と、次、フェルナンドが復活した、して、なんだ、無敵時間が解除されて、っていうタイミングで見てみましょうか。えー、こういう使いますね。はい。この速度に減ります。3秒か。っていう感じです。っていう感じで、えっ、ー、と、味方の火ダメも減らすことができるよと。ちょっとこのフェルナンド君は動いてくれないので、えっ、ー、と、 移動速度とかジャンプをしてくれないでジャンプ力は見えないんですが、まあ、同様に上がると思います、まあ、精神リンクの効果を、えー、あ違う精神リンクをつけている見方にも法要の効果と同様のものを与えることが付与できるよというものですね、はい、で、えっと、最後ウルトですねウルト活性化という名前のウルトです、まあ、どこかで聞いたアイテムに似た名前の,あのウルト名なんですけれども、えっと、こちらですね、えー ちょっとウルトの表記がね、誤ってるんですよね。なんで、まあ、厳密に言うと、この状態、今の精神リンクつながってない状態では使えません、ウルト。HP 減ってないからとかじゃないですけどね、ウルト使えないんですけども、えっと、精神リンクを使っていれば、こんな感じで使えます。今、今のはウルトを使ったよっていう感じですね。で、今何が起きたかっていうと、えーまあ、このウルトを使った効果はですね。 精神リンクを繋げてる相手と自分に対して、えー、ウルトを使うことで2秒間のダメージ無効と HP100% 回復になります。なので、えー、っと、HP やばいところまで耐えてもらって、ウルト使いますね。デンということで全回復します。2秒間のダメージ無効も入ってたんで、今、あの、ダメージ食らってなかったですよね、フェルナンド君2秒間は。 このモーションが終わってバーンってヒールするまでの間あのダメージを受け付けないっていう感じでしょうか逆に自分もねこんな感じで今食らってるのに食らってるのにダメ HP 入ってませんでしたよねで HP 全回復というそういうスキルになスキルじゃないウルトになってますでこのウルトのすご,いとすごいところっていうのがメインのところはあの紐さえついてればどこ向いてても使えます後ろ向いててもこうやって入りますねウルトが っていうところが、まあ比較的使いやすいところかなと。まあ、ちょっとネックなところは、この精神リンクを繋げないと使えないので、切れてる状態で使っても自分すらヒールできないという感じですね。なんか、ウルトン説明の表記的には自分一人でも使えそうな書き方はしてるんですが、なんか、繋がないとできなかったので、ちょっと念のためお伝えしました。で、これ2秒間の完全無効なので、えー、ま完全無効なので、えー、この間は、あれだね、レックスボラは耐えられるねって感じですね。 で、かつ、あのー、HP を回復するときに、消灼っていうアイテムがあったのをご存知だかなと思いますが、消灼の効果も、打ち消して、打ち消してっていうのが、無視して100%回復します、このウルトは。中2キルは普通に消赦受けるんですけど、ウルトだけは関係なく100%ヒールしできるので、かなり強いのでおすすめです。多分、ウィローのデッドゾーンの上とかでも回復するんじゃないかな、フルで。っていう感じですね。 はい。じゃあ、ここまで、えっ、ー、と、一通りスキル、まあ、ウルトを含めたスキルの紹介が終わりました。次ちょっとタレントを紹介していきます。えっ、ー、と、一つ目のタレント、拡大という、まあ、デフォルトのね、最初から使えるタレントがございます。えー、こちら、効果がチェーンヒールが跳ね返る範囲が40%拡大するよということで、まあ、一回ヒールを投げた時のこの跳ね返る量っていうのかなが変わるって感じでしょうかね。今だとどこまで跳ねるんかなここは跳ねるんだ。 こ,こ,は跳ねないこの辺が境目になってそうですねあここは跳ねるんだじゃあちょっとあのタレント変えてやってみましょうかえー、今タレント他のものを使ってたんでねこちらですねえー、拡大使っていきますでそこの位置覚えられるかなよっあれあれちょっと待ってね あさっき普通にやってたんかやっぱそうよね。ちょっと増えますね。普通だったらこの辺かなこの辺大体途切れちゃう。その、ヒールのバウンドがなくなっちゃうんですけど、このタレントだともうちょっと後ろまで行けるよ、みたいな感じでしょうかね。まあ、より他の味方と跳ねやすくなるのかなっていう感じです。ちょっとここは、そんな感じですね、チェーンヒール。 あまり、もしかしたら僕の誤解で、あれかもしれません。ヒールのこの、跳ね返る速度が速いのかもしれないけど、ちょっとごめんなさい。あんまりそこは把握できてないです。はい。正直に言っておきます。はい。で、次ですね。えっと、抑制。これも正直よくわかってないところが多いんですよね。多いというか一つ分かっていないんですが、えー、抑制これ2レベルで解放される、えー、タレントです。内容は、えっと、ちょっと待ってね。これですね。抑制。内容は、精神リンク。これですね。これを敵に付与すると、 敵ののヒールを阻害すするというものになってますこれですね。で、えっと、これ僕は分かんないって言ったのは何、何パーセントヒール阻害かがわからないですね。100%なのか50、50%なのか、まあちょっとその辺のあれがわからないので、ちょっと情報を持ってる人はぜひコメントで教えてください。はい、そんな感じです。で、最後ですね、フォーカスという、えー、タレントがございます。 こちらは、ちょっとね、ちょっと特殊かな。えっと、精神リンクを使うんですが、えー、まあ、味方と敵に繋げれるよって話をしたんですが、精神リンクのクールダウンが1秒から6秒にまず増えます。マイナスの効果としてね。で、かつデボ、持続時間が4秒になります。通常だと、えー、精神リンクのクールダウンは1秒で、持続時間はまあ無限というか、切れるまで無限なんですが、えー、このフォーカスというタレントに変えると、えー、クールダウン6秒の、えー、持続時間が4秒。 かかるる、えーまあ、アビリティになるわけですねで、まあ、ギュッとこう何て言うんでしょう、えー、クールダウンが増えてかつ持続時間も減っちゃってというか制限がかかっちゃってちょっと不便なように見えるんですが、えー、効果が3倍になるというスキルスキルっていうのがない内容になってます。 なんで、えっと、敵にリンクしたときは10、10%の移動速度減少と0.75秒ごとに50ダメージを与えるというえスキルだったのが、えー、これを使っているときは30%の移動速度減少と、えー、0.75秒ごとに50%ダメージになってますね。はい。あ、えっと、150ダメージか。になってます。だよね、150だよね。で、30%オフなんで、もう目に見えてスピード落ちてましたね、ピップくんの。っていうぐらい変わります。 っていうのと、えっと、あれだね。味方にヒールした時っていうのかな。味方に入れた時は、えー、毎秒150ヒールと、ちょっとこれも未確認ではありますが、ウッが多分1.0.5の0.5%の3倍の、えー、1.5%かな、毎秒。溜まるんじゃないかなと思います。まあ、これも確認できたら教えていただければって感じですね。ちょっと複数人でやる実験が僕できなくて、把握できてないですっていう感じです。はい。以上かな。 タレント以上かなと思いますちなみに武器を眺めるボタンを押すこんな感じになりますねパンパンパンってしますねちょっとこうでしょうかはいということでえっ、ー、と話すところはおしまいかなこれで一通り多分お伝えできたんじゃないかなと思いますちょっと僕もねまだ分かっていない不明なところもいくつかあるのでその辺はもし分かる人いたらコメント等で教えてくださいって感じです ということで、えー、今回はレイの紹介を解説をいたしました。いかがでしたかね、まあ、ちょっとまた分かり次第、えーまあ、続報をどんどんやっていこうかなとは思いますが、えーまあ、分かる人はぜひコメント欄にということで。まあ、一旦動画見て分かんない人はコメント欄見てみて、そこにも何もなかったら、あまだ誰も分からんのやなと思っていただければいいんじゃないかなってところでしょうかね。はい。そんな感じです、えー。それではご視聴ありがとうございました。 もう一本ね、明日動画出ると思います。えっと、あれだね、新しいアイテムが出てたり、アイテムのリワークが来てたりとか、えっと、あとあれか、あの、チャンピオンのタレントのリワークが来てたりとか、あと、諸々仕様が変わってるところについてもお話ししていこうかなと思いますので、えー、まあ、3本目の動画も、まあ、おまけ程度に、えー、ご期待いただければと思います。はい。えー、それではご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ではでは。 ぴょんぴょんしましょうね